別の技ないな。何か他にないかな。じゃあチョビーなんてって、あ言ってるやん。この人結構いじっても大丈夫なタイプ。一度だけじゃ京様の魅力は取材しきれませんよ。あれめちゃくちゃ簡単なんだけど、今日太客捕まえた。めちゃくちゃレベルめちゃくちゃレベル上がった。京様すげえ経験値。何51万って、やば、マジで金持ちなんだね。ボーナス51万って、これ 何別で51万置いてったってこと。この人半端じゃねえな。そうそう、お給料は帰る時に渡すからね。しかも日払いなんだ。マジでバニラ高収入じゃん。はい、これ初のお給料だよ。いくらくれんの。28万2000。これ月1でいいの出勤。おう、20万。いきなりもう生活感変えてきた。さあ今日もお金稼ぐぞ。ミレイさんは VIP ルームで接客中だし、誰かセール来た。ちょっと私に回せ、私に。パスパス、ヘイパス。どこ見、ホールで待ってるよ。やっぱ似てるってことはそういうことなのかな。背だもんね。まあ多分そういうことなんだけど、なんでどこ見って名前知ってんのになんで知らないふりするんだろう。最高だ。めちゃくちゃ聞いた。最高だ、最強戦だぜ。実は僕ルトニアの王子なんだ。すげえこと言い出したぞ。気な臭くなってまいりましたね。本当は好きなことをやっていたいけど、いつかは王位を継がなくちゃいけなくて。来た鍵。好きなことを貫くか王位に継くかで悩んでる。シンキングタイム。これはもう決定ですね。今無理して決めなくてもいいんじゃないですか。カッチン。確かにそうだね。私はいつでもセルジュの話聞きますよ。最高だ。オーバーキル。どうした、何何し、死んでる。お、出た。何何これ、ミカンみたいにできたよ。剥いた後の。あ、咲いた。何？え、今のは光る蝶がセルジュのところに飛んでいって、宝石のような花に止まったんです。蝶が。実は僕、蝶の研究はもうセラやん。それにさっきから心が温かい気がするんだ。これって君が見た光る蝶のおかげかな。接客終了。謎の占い師レディアメジスタ。蝶が虹色の奇跡を起こすバタフライタッチ。何言ってんの。その花はジュエルフラー。蝶の力を宿したものだ。相手の気持ちを心の底から満たすと、その人が胸に抱く一つだけの花が開くのよ。蝶はジュエルフラワーから溢れる蜜を吸い、羽ばたくための力を養っている。でっかはてな。あなたが蝶を解き放つとき、奇跡が起きる。でっか。まあいずれその時が来たら。またいらっしゃい。また私のところにいらっしゃい。一応全員見ようか。海賊来てんだけど今日。ちょっとボーイ、なんか海賊紛れてるわよ。そうっす、リングネームはマンション東田って言うっす。マンション東田、マンションの名前やんそれ。アパートメント藤沢の試合。面白い。その団体教えてくれ。今回はちょっと可愛くしてみたんですよ。この髪型好きだな。お待たせしました、ワインです。ちょっと待って、もう席ついてワイン出したら18くらってんだけど。今日の売り上げだけど。めちゃくちゃもらえる。月収やん。てかこのドレスなんか
飽きたから買い替えようかな。30万入ったし。いらっしゃいませ。どれも自信すっげえ派手。顔人魚のドレスあるよダメだろこれは。これはディズニーシーで働け。あ、これ370万だった。やべやべ、見せてけ。危ない危ない、ダメだダメだ。無理無理無理、格がちげえわ。今日はこの後とある大物のお客様がいらっしゃる予定ですの。大物？うわ絶対やばいこいつ。もみあげすごいギザギザになってるもんこの演出めっちゃ好きなんだけど。そうか、君が。今夜は君に接客してもらおう。な、なに？あっちかな、ビップルーム。うわすげえ、ちょ一回こっちチラ見してから行こうジョン・レナード来てるやん。仕方します。この人もな、ずっと通ってくれてんだよな。あとこの人この人の気になんだよな。おい、一回浮気して気引く作戦か。でも私 VIP のところ行くから。接客開始。さすがださすがだ。ネオ銀座に建設中のクリスタルパレス。え、我が北条カンパニーのオフィスビルでな。うわこれむずいな。社長ともなると一番下ぐらい攻めてもいい気がするけど、普通に最初はよっこいしょしたいとかいいのかな。よっこいしょじゃないっけ、なんて言うんだっけ、褒めること。すごいです。大変なお仕事ですね。さすが大企業の社長さんです。さすがだ。あ、それでいいんだ。意外とちょろいかもこの人。さすがちょれ。さすがだ具体的な研究についてはあまり話せないが、公にできる時が来たら。あ、ちょっと待ってくれ、これさ、なんか謎の研究してる会社、こいつの会社なんじゃないの。不可能を可能に変える、このキーワードかな。シンキングタイム。これはまあ多分あれでしょ、小林でしょ。ここで小林の話し振ったらどんな顔するか見てーけど、まあこれだよね、ハッピーバタフライでしょ。それはもしかしてハッピーバタフライですか。さすがだ。よっしゃ。奇跡は誰の手にも届かないところにある。しかしその奇跡を人の手で呼び出すのも私です。人間は奇跡を呼び出せ、私はそう思うんだなんかずっと小泉公文みたいな感じなんだけど、これにしよう。最後ちょっと人間参加にしてみよう。私人間に生まれてよかったです。まだまだだよね。これもう不正解だと思ったけど言ってみたわ。いずれ君にもわかるさ、いずれ最悪の終わり方しちゃった。うわ最悪だ。て、うわ接客失敗とかあんだ。あれ100までいけてたらよかったのかなすげえ、でも36万も置いてってくれた、あざーす。ちょっと京様会いに行くわ。京様に小林の話してみようかな小林のカード使いて。俺様の成長期はこれからなんだかわいい。話題成長期を手に入れた使わねえよ成長期の話題は。やっぱ気持ちの問題で背って伸びるかもしれないからね。だから3にしよう。そうですよね、まだまだこれからだめちゃくちゃお世辞言ってんな聞くんかい。実際先月より3ミリも大きくなってるしね今日様ならどの話題が盛り上がるかな。シンキングタイム。成長期の話もっと掘り下げたいの。男性ダメだ、その掘り下げ方ダメだって。どこみ、ちょっと俺が思ってない角度で行くのやめてよ。私は私なんだから。ああ最悪の角度で入ったわ。俺様の辞書に終わりはない、むしろ好みが滅ぶまでが成長期だちょっと成長期の話ミスったな。レベル上がった62めちゃ過去最大に置いてったんだけど、大満足やん。うわ日に日に給料上がってく、最高。この仕事一生続けよう。お疲れ様でした。これいいぞこれ。僕は嫌いじゃないけど、とりあえずつけれるもん全部つけてみよう。買う。これに合わせて髪型も変えよう。お似合いですよ。うん、バッチリだね。うまそう。いや寿司はそうやって減ってかんのよ、小さくなっていかんのよ。
まだまだ。おし、オッケー、クリアした。期待通りの実力だ。特別に君を完成前に招待したい。お、マジか。これストーリーが大きく進みそうだね。接客終了。クリスタルパレス、やっぱこいつの会社じゃん。このクリスタル装置が蝶の力を感知するが、幸せをこの手でコントロールできるようになる。そうなんですか。研究者何も知らんやん。大丈夫かこの研究。やっぱ裏があるなこいつ。第2章、試される勇気。ここのアニメ感最高。どごみさん、ちょっといいですか。はい。何でしょう。クラマ様。え、クラマってあのクラマじゃねえよな。だったら俺ぶち上がるんだけど、悠々白書のクラマ来てんのこれ。クラマ様って次期総理大臣って噂もあるんだよ。またビップルームか。え、女性なん、まさかのクラマ涼子。ちょっと意外な展開すぎる。やるぞ。よし、やるぞ。やるわね。やるぞ。よし。あれ意外と簡単かもな。さあ鍵2個。ところで私気になってる会社があるの。ひょっとして何かを企んでいるんじゃないかって。シンキングタイム。北条カンパニーだよね。まあもちろん。さあ京ちゃんかな。京ちゃんの会社気にならないよね。北条カンパニーでしょうか。やるぞ。オッケー。私北条社長とは古い知り合いなんだけど、彼が何か企んでるって情報が最近耳に入ってきたの。人を引きつける魅力は政治家にもネオジェンヌにも大切なもの。でもその魅力に引きつけられるのは必ずしもいい人ばかりとは限らないのよ。だからおかしなことに巻き込まれないように気をつけなさいね。また近いうちに会いましょう。すげえタイミングで来るじゃん。クレイジータクシーじゃん。あんな急カーブせんのよ。誰これ、知らないんだけど。え、スペシャルエピソードを進めますかって書いてある。掃除機を売ってる店を探してるんだが。電気屋行けよ。ひょっとしたらそこの百貨店で売ってるかもしれません。今度という今度は新型の掃除機で部屋を徹底的に綺麗にしてやる。え、のだめの千秋先輩なの。どういうこと、出てくんのこのゲームに。なんで。マジで言ってるそれ。誰、千秋新一。あ、え、ちょっと待って、ビップに千秋来てんだけど。突然人を呼び出したかと思えば今度はネオジェンヌの店か。接客開始。すげえ、千秋先輩来た。本当に俺のことは適当に放っといてくれ。ドリンクオーダー。飲み物はどうしますか。クラブハウスサンドにエスプレッソ。そこめっちゃ喋るやん。今のやつ名言なんだ。漫画で言うってこと。クラブハウスサンドにエスプレッソ。わ、これ絶対知ってたらおもろいのに。ドラマの知識しかないからな。読もうかな漫画。スペシャルゲスト千秋真一。かっこいい名前ですね。別にそれほどじゃない。ふふ、顔が赤いですよ。お、千秋先輩なんてどうですか。あ、普段呼ばれてるから嫌なのかな。あ、ダメだったか逆に。ところで千秋様のお仕事って何なんですか。ひょっとしてお掃除屋さんとか。なんで。おい。なんで。ちょっとドコミちゃんの暴走がひどいな今日。すごいです、音楽家なんですね。これは嬉しい。これ嬉しいんだ。俺の指揮者の師匠だ。若干不本意だがな。シンキングタイム。あ、竹中直人か。なるほど。そういえば結局いい掃除機は買えましたか。ちょっと鍵開けてえな。知り合いにあっという間に壊された。のだめが壊したのかなこれ。千秋様の師匠なかなかいらっしゃいませんね。いつもこうだ、あの人は勝手でわがままで。後始末ばかりさせられる俺の身にもなってみろ。ああ、ついに爆発しちゃった。シンキングタイム。
開いた？よし、開いた。確かにそう言われると少しはのんびりできたかもな。たまには息抜きの時間も大事だと思いますよ。ほら、弦を張りすぎても緩すぎてもいい音色は出ないって言うじゃないですか。めっちゃ聞くやん。お前って大人だな。ちょっと見直したは言ってくれんのかよ。喋るとこと喋んないとこの差は何なんだ。お、何フィーバーって。なんかフィーバーしたんだけど。何フィーバースロットって。へえ、むずくねこれ。きた、オーダー入りました。ロマネ、めちゃくちゃ入ったけど大丈夫。ロマネ2本ってやばくない？ 6 オーダー料金70万。もうこれ今日帰ってもいいな別に。一応誰がいるか見るか。今日一郎来とるやん。もう今日も相手してあげるか。しょうがないから、私しか相手してくれないもんね。仕方ないな、きょうちゃんは。あー、フィーバーいけなかったか。これでも見た目がマッチすればフィーバーいけたかもしれないから、やっぱ見た目のバリエーションいくつか作ってこと大事かもね。ちょっと次街できょうちゃん色の服用意するわ。72万も置いてってる。お、なんかいつもと違うメンツ。うわ、ちょっと待って、俺テルミ気になってんだよな。一回行こう、この人。声高え。いやあ、君とは初めて話すんだったかな。うん、のこみちゃんか。いやあ、すっごく可愛いね。え、そんなことないですよ。もうお客様ったら。そんなところも可愛いよ。接客開始。いやあ、おいらの名前は小金田てるみって言うんだ。こいつ何者だ。実はおいら毎朝テレビのプロデューサーなんだよね。テレビのプロデューサーなんだ。なるほど。おいらのあだ名を決めてほしいんだよ。小金田さんの特徴、やっぱりちょびひげだよね。ちょびひげにちょびひげって言ったらあかんのよ。シンキングタイム。コガネムシって可愛くないですか。うん、まあギャルならありだよ。これテレミさんだから、テレミなんてどうでしょう。あ、すいません、チョビーなんてって、あ、最後どうした。テレミさんだからテレミなんてどうでしょう。マスオさんやん。別のあだ名いいな。何か他にないかな。じゃあチョビーなんてって、あ、言ってるやん。チョビヒゲのチョビー、チョビヒゲのチョビ。うん、オイラはそっちの方が好きかな。マジかよ。この人結構いじっても大丈夫なタイプだな。いい返事だね。じゃあやりすぎ、しつこって思って自分で笑っちゃった。うん、普段はドキュメンタリーを作ってるよ。ふふ、チョビって本当に三国志が好きなんですね。じゃあ三国志を教える代わりにオイラのお願い聞いてくれる。めちゃくちゃやばいお願いしてきそう。キスしていいかなとか聞いてきそう。最近、あ、真面目だった、ごめんねチョビ、誤解してた君のこと。何かいいネタがあったら教えてくれないかな。安直なネタじゃ視聴者が満足してくれないんだよね。シンキングタイム。いや、上にしよう。時には厳しくしよう、チョビには。それをダメだ、実際に口に出すとめちゃくちゃ辛辣だこれ。え、厳しくされたいタイプ。じゃあ率直に聞いちゃうけど、どこみちゃんは。うわ、まためちゃくちゃセクハラ発言してきそう。めちゃくちゃ真面目。ごめんってチョビ、なんかやっぱごめんね、見た目で判断しちゃいけないよね。前振りが全部キモいこと言ってきそうなんだけど、全部真面目なんよ。よし、とこみちゃん、アイデアありがとう。家に帰ったらじっくりと考えてみるよ。シンキングタイム。最後ちょっと M 攻めていこう。今度は考えてきてから私に相談してくださいね。だよね。ごめん、最後後味悪くなっちゃった。ごめんって。
結果チョビめっちゃいいやつだったな。今までで一番いいやつ説ある。いいお客さんじゃない。まあまあまあ、こんな優しいお客さんで20万も払ってくれたらありがたいでしょう。いらねえ。今日様って初恋は何歳頃でしたか？あ、微妙。ほら微妙なんよな。そうだな、あれは6歳の時か。彼のことを好きになったよ。え、彼って？凛々しい顔に静かな瞳、一目惚れさ。福沢諭吉に。今までで一番おもろい返しや。何、ローランドみたいな返ししてきたんだけど。そういうことですか。お札に恋をしたんですね。めちゃくちゃ金置いてってくれるようになったな。すげえ気に入ってんだろうな、私のこと。